なんかお風呂に、うん、ミオシャがメガネつけてきてて、いやなんかよく見たいなと思って、うん、お風呂なんか綺麗なお風呂だったから、うん、ちゃんと見たいなと思って、うん、なんかよく見えるメガネを持って行ったんだけど、いやメガネ曇んないのみたいな、メガネなんか役に立つのみたいな感じで言われたから、だってさ、うん、風呂の中でメガネかけてるからさ、うん、絶対曇ると思ってたよね。ね、曇ると思ってて、ミオシャメガネいるって言って、ミオシャのメガネ見たら、うん、曇ってなかったんだよ。そうだよ。で、それで、ね、ミオシャのメガネが曇ってないってなって、うん、そしたらミオシャがめっちゃ得意げに、うん、うちのメガネはこの環境に適応したんだよ。あ、何言ってんだおめえって。すげー。メガネ適応するんだって思ったもんね。そう、メガネはね、環境に適応すると曇らなくなるんだよ。初めて知ったわ、うん、その後露天風呂行ったらめちゃめちゃ曇ってて、ミオシャミオシャメガネがね、そうちょっとね、環境にね適応できなかったね、露天風呂は。露天風呂では買ってなかったね。そう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 っていうのもありますね。まあでも露天風呂ですごいさ、星が綺麗だったよね。そう、みんなにね、みこはもうね、本当にね、自慢したいことがあります。お、なんですか？なんですか？なんとさくらみこ、生まれて初めての流れ星を目撃しました。おお、流れ星ですか？みこ特派員。うん。もうすごいよ、あのね、真下にプーンって落ちてたよね、みおちゃん。そうだ、ね、そうです、そうです、プーンって落ちてきましたね。本当に、本当なんだよ、これ嘘じゃねえんだよ、うん、そう。いやでもどうかな、スバルはそれ見れてないから、うん、嘘か。そうじゃね、見れてなかったの。そうなんだよね。え、どこどこどこって言ってる間になくなっちゃいましたかね。なくなっちゃった、そう、悲しみ。その後さ、みんなでさ、なんかうん、また流れ星流れるかもしれんってさ、空見てたらさ、うん、なんかみこちが急にさ、なんか全部の星が動いてるように見えるって。言ってた、言ってた。それはね、みこち、星が瞬いてるってことだよ。宇宙広がってた。宇宙までなんか宇宙にいたよ、うちら。そうだよな、あれ。ここは地球なのか宇宙なのか。そうだね。まあでも本当に。あとなんだっけ、湯気邪魔だなって。もう一緒、湯気が動いてるのが邪魔だなって。湯気が乗っちゃってるのに湯気邪魔だなって。大勢入ってるのにね。うん、最初さ、露天風呂までの距離が長すぎてさ、これワッチャンし、うん、なんか凍え死ぬんじゃないかみたいな。心臓止まるんじゃねえか。これ本当だね。心臓止まっちまうんじゃねえかみたいな。いやそうだね、なんかね、そう、あの、うん、内風呂から外風呂に行くまでに外風呂が見えなくて、なんか、そう、どれぐらい歩けばいいのかが分からなくて、もうなんかやばい、もしかしたらやべえかもしれん、スバル死ぬかもっつって。なんかね、なんか最初スバルが一番洗うの遅くて、二人がもう温泉入ってて、うん、で二人は温まってたんだよね、うん、でなんかスバルも終わったから、じゃあ早速なんか露天風呂行こうよって言ったら、ミオシャがちょっと待ってスバル、ワンチャン死ぬかもしれんから使った方がいいみたいな。使って温まっていきましたね。そう、温まってから行かないとね、やばいなって思って、うん、そう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 、うん、まあでも意外と近かったよね。まあでも歩いてる間はヒヤーってなりながら、もう寝てるんだけどね。ね、でもさ、帰り道さ、みんなさ、強者みたいにさ、なんかのキックバックのあれみたいな。もうさ、ほっこほこだからさ、みんなマジでキックバックの BV みたいに。帰りはね、そう、あったまりすぎて、もう外で全裸で歩いてて、もう全くね、何も寒さ感じんかった。